皆様、本日は 2021MAC APEX マンスリーウェビナー第6弾 MAC APEX での周波数応答解析へご参加いただきまして誠にありがとうございます。改めまして、私、MAC ソフトウェアの原と申します。本日はよろしくお願いいたします。本日の、ウェビナーでは、こちらのスライドにも書いております通り、MAC APEX での、周波数応答解析についてご紹介をいたします。で、本ウェブセミナーなんですけれども、MAC APEX のマンスリーウェブセミナーの第6弾となっておりまして、これまでにはですね、6月に MAC APEX Python スクリプトとユーティリティのご紹介であったりですとか、7月にですね、MAC APEX とパトランとの違い及び連携についてといった内容で、毎月ですね、ウェブセミナーの方を実施しておりまして、それの第6弾として MAC APEX での周波数応答解析ということで、本日ですね、ウェブセミナーの方を開催いたします。ちょっとウェブセミナーの前に少しお知らせをさせていただければと思います。で、弊社ですね、YouTube の方に様々な動画をアップしておりまして、MAC APEX であったりですとか、最適化を行う MAC APEX ジェネレーティブデザインという製品があるんですけれども、それらの、機能紹介等の動画も公開しておりますし、本ウェブセミナーのシリーズですね、過去に実施した、シリーズのものもですね、一部 YouTube の方にアップされているものもございますので、もしご興味ございましたら、こちらですね、ご参考にしていただければと思います。で、またですね、MAC APEX と MAC APEX Generative Design につきましては、毎月ですね、体験セミナーの方を開催しております。で、こちらのセミナー半日程度なんですけれども、操作実習がメインとなっておりますので、もしご興味ございましたら、ぜひご参加いただきまして、実際に操作をしていただいて、操作性であったりですとか、機能についてご体験いただければと思います。で、それではお知らせの方は以上といたしまして、本日のウェブセミナーの内容の方に入りたいと思います。で、本日はですね、こちらの目次に沿ってご紹介の方をいたします。で、まず、はじめにですね、今回、取り扱う周波数応答解析について、必要性であったりですとか、どのような検討に活用できるのかというところをご説明をいたします。で、そして、その後ですね、MAC APEX の概要を簡単にご紹介をして、この MAC APEX の中で周波数応答解析をするための機能についてご紹介をして、その次にですね、これらの機能を使った具体的な設計検討の事例というのをムービーでご覧いただいて、最後まとめという流れでご説明いたします。それでは、まずはじめに周波数応答解析についてご説明いたします。で、この周波数応答解析というものは、構造物の振動状態を解く計算になります。では、そもそもですね、振動とは何かというところをこちらのスライドにまとめております。で、振動というのは、同じ状態が繰り返される運動のことを指しておりまして、こちらの左の図のような振り子であったりですとか、ブランコの動きのイメージになります。で、こういったですね、振動現象の大きな特徴として、共振という現象がございます。で、これは構造物固有の振動数と、等しい振動数の加重を加えたときに、非常に大きな振幅で振動する現象となります。ちょっと文章だけではイメージがつきにくいんですが、例えばですね、こちらの右側の、図のように、釣り鐘に力を加えて大きく振動させるということを考えます。そうしますと、振動を大きくする方法の一つとして、この釣り鐘の揺れに合わせて繰り返し舵をかけるという方法があります。この時の釣り鐘の揺れの特徴ですね、どのぐらいの間隔で揺れているのかという特徴のことを、こちらの文章では、構造物固有の振動数というふうに書いています。なので、この構造物固有の振動数というのは、どのくらいの間隔で力を加えれば、この釣り鐘が大きく振動するかということを表しています。
つまり振動現象というのは、構造物の振動特性に合わせて繰り返し荷重を加えたときに、構造物が大きく振動するという現象になっています。で、ここで、このある振動数の荷重を加えたときの構造物の応答を求める計算というのが周波数応答解析になります。計算の際には、1つの振動数の荷重に対する応答だけではなくて、100Hz から 300Hz といったように、範囲を指定して荷重を作用させたときの構造物の応答を確認するということができます。でまた、周波数応答解析ではないんですけれども、荷重はかけずに、構造物固有の振動数、これを求める計算というのもございまして、この計算のことを固有値解析というふうに呼んでおります。でもう少しですね、身近な例として洗濯機を考えたいと思います。で洗濯機でですね、脱水が終了して、モーターの回転数が低下する際に、止まる間際にですね、ゴトゴトと音を立てて揺れるという現象があるかと思います。で、この現象は洗濯機の持つ固有振動数とモーターの回転数が一致したときに生じる、共振現象となります。ちょっとこの現象をですね、もう少し詳細に見ていくために、こちらの右側にですね、横軸時間、縦軸が回転数のグラフを示して、表示をしております。で、こちらのグラフの青色の線というのが、洗濯機のモーターの回転数になります。なので、洗濯機を動かし始めると、モーターの回転数が上がっていきます。で、脱水に必要な回転数に達すると、一定のですね、回転数で運動して、で、脱水が終了すると、そのままモーターの回転が減速していくというような線が、こちらに書かれています。で、もう一つですね、こちらのグラフに、横方向に黒色の線が2本示されているかと思いますけれども、こちらが洗濯機の固有振動数、洗濯機の持つ固有の振動になります。なので、洗濯機はこちらの一次固有振動数であったりですか、二次固有振動数のところで共振するというところをここにプロットしております。したがって、こちらのグラフでいくと、モーターの振動数である青い線とですね、洗濯機の固有の振動数である黒い線が重なるところで共振するということがわかるんですけれども、こちらのグラフを見てみると、こちらのピンク色の丸で示している部分というのが黒と青の線が一致しているということが確認いただけるかと思います。なので、ここの2箇所でですね、共振して大きく揺れるということがございますけれども、基本的には加速中と減速中に一致するという形になってますので、そこまで長い時間過信されるわけではないので、大きな振動にはならないということで、洗濯機が壊れるようなことにはならないんですけれども、もし仮にですね、この脱水中の振動数と洗濯機の固有振動数が一致してしまっている場合には、共振する周波数で長い時間過信する形になりますので、非常に大きな揺れになってしまって、最悪の場合は洗濯機が壊れてしまうということになります。そのためですね、こういった振動状態における構造物の挙動というものをですね、確認しながら設計検討を行う必要があるというところになるんですけれども、そういった検討を行う際に、振動状態での応答を求める手法として、周波数応答解析というものがございます。で、この周波数応答解析なんですけれども、ちょっとこれまでのツールですと、専門的な知識が必要で習得するのが、困難であったりですとか、設定が煩雑という部分があったんですが、こういったところを MSC APEX では直感的かつ簡単な操作でですね、こういった解析ができるようになっておりますし、またですね、解析設定の問題箇所というのを検出してくれまして、その問題の解決のためのガイドも表示してくれる形になっておりますので、確実に解析実行することができる、そんなツールになっています。またさらにですね、MSC APEX は独自の機能、ポスト機能がありまして、設計検討のための便利な機能というものが入ってますので、より効率的な設計検討というところが可能となっております。
で、本日はこちらのですね、MSAFX を使った周波数応答解析の機能についてご紹介をいたします。ちょっとこの周波数応答解析の機能のご紹介をする前に、簡単に MSAFX についてご紹介いたします。でこの MSAFX という製品は、MSC の新しい設計開発プラットフォームとなっておりまして、まあ、何度も申しておりますけれども、まあ、楽しく覚えやすく使いやすい操作性の製品となっておりまして、まあ、CAD を扱っているような感覚でですね、モデルの作成修正から解析実行ポスト処理までできるといったようなツールになっております。で、こちらが実際の APEX を動かしているムービーになるんですが、ここ左上はモデルの修正をしている動画になります。非常に直感的な操作でですね、モデルの作成であったりですとか修正ができると。まあ、さらにメッシュを切っている場合は、形状を修正すると同時にメッシュが更新されていくというような形で、このかなり使い勝手よくですね、形状の検討ができるという形になっています。またメッシュ作成の際にですね、精度よく効率的な計算を行うためのメッシュとしてヘキサメッシュというものがあるんですけれども、そのヘキサメッシュを比較的簡単にですね、作成するための機能が入っておりますので、まあ、効率的なモデリングというところにもご活用いただける、そういった製品になっています。また左下ですね、の動画では、既存のメッシュデータから形状を作るということをやっているんですけれども、MSC APEX ではこういった、古い既存のメッシュデータから形状を作成することができますので、形状はないんだけれども、昔のメッシュデータを使って、ちょっと、設計検討、形状変更して設計検討したいという場合に、既存のデータを再利用していくといった検討もできるようになっております。ここで、まあ、かなりこう、設計検討に使いやすい機能というのが豊富に入っているといった製品になります。はい。では、そのようなですね、MSC APEX の中で周波数応答解析を行うというところについてこれからご紹介をいたします。で、周波数応答解析を実施するにあたってですね、固有値解析というものが非常に重要になってきます。先ほどの釣り鐘であったりですとか、洗濯機の事例のところでもご説明いたしましたけれども、構造物には構造物特有の、振動数というものがございまして、そこの構造物固有の振動数を特定するための計算である固有値解析というのは非常に重要になります。なので、ここの固有値解析で求めた、結果というのは構造物の動的な特性の把握であったりですとか、周波数応答解析の結果の分析、また動的な設計検討のための重要な指標となります。MSC APEX ではですね、周波数応答解析を行う際に、モーダル法という手法を使って計算をしております。でこのモーダル法周波数応答解析というのは、周波数応答解析の中で固有値解析も一緒に行って、この固有値解析で求めた情報から周波数応答を計算しているという手法になっております。さらにですね、この周波数応答解析の中で実施した固有値解析の結果についてもポスト処理ができますので、一度周波数応答解析を実行していただければ、固有値解析と周波数応答解析両方の結果を確認するということができます。なので、固有モードであったりですとか、モードの起用率というところを確認しながら周波数応答解析の結果を分析すると。というところができるようになっています。またですね、このモーダル法の周波数応答解析というのは大規模モデルに対してもですね、効率的といいますか、効率的な解析が可能となっておりますので、結果の確認というところも含めてですね、より効率的な解析であったりですとか、結果の分析というところが可能となっております。でこちらの固有値解析について簡単なですね、動画の方をご覧いただければと思います。こちらの固有値解析を周波数応答解析を実行した後の結果処理になっています。
周波数音解析を実行しますと、横軸が周波数で縦軸応答のようなグラフが出てきます。まあ、この周波数で、過信すると、このぐらいの応答が出ますよという結果が出てくるんですが、これらの応答に対して、どのぐらい、固有モードが寄与しているのかというのを同じ画面で確認することができます。今、こちらの応答ですと、この3つ目ですね。モード2の寄与が大きいというところが確認できます。さらに、この寄与の大きいモードの、モードベクトルですね。どういうような、変形で振動するのかというのを確認することができますので、こちらの結果を見ながらですね、このモードの寄与率を、寄与を下げるためには、まあ、どのようなモデルの修正が必要なのかというところを、検討していただくというところができるようになっております。なので、一度の周波数応答解析で、まあ、こういった周波数の結果であったりですとか、こういう位置解析の結果というのを一度に確認しながら検討を進めていただくことができるという形になっております。では、次にポイントセンサーについてですね、ご紹介をいたします。このポイントセンサーというのは、周波数応答解析の結果を出力する位置ですね、を指定するために使用します。現実の世界ですと、加速度計に似ている、加速度計に匹敵するようなものになっておりまして、設定方法も直感的なので、加速度計を設置するような感覚で結果を出力する位置を指定するということができます。この時に出力する成分ですね、XYZ 平針だったり、その回転というような形で出力する成分の指定もすることができます。で、こちらにつきましても具体的になってますが、実際のムービーがございますので、ムービーの方をご覧いただければと思います。これちょっとモデルは違うんですが、別のモデルに対してポイントセンサーをつけています。ポチポチっとマウスをクリックしていただければ、応答出力する点を指定することができますので、このあたりもかなり直感的な操作でですね、応答出力する点を指定することができます。で、計算実行しますと、指定した位置での応答というのが出力されると。右下が周波数の応答曲線になりますけれども、まあ、横軸、周波数、縦軸応答の結果が出てきて、まあ、さらにですね、各応答に対するモードの寄与率を確認。またモードベクトルですね。も確認しながら結果処理をしていって、最終的な検討まで行っていただくことができる形になっております。で、解析を実施するにあたってですね、各種解析の設定を行ったり、する必要がございますけれども、これらの解析の設定につきましては、スタディタブというところですね。で、解析の設定を行います。ここで、過信周波数ですね。どの範囲で過信するかというようなところを設定したりですとか、固有値解析の出力要求だったりですとか、減衰境界条件の設定などを行うことができますが、このあたりの設定につきましても、操作性よく設定することができます。またですね、作成したデータに不備がないかどうかをですね、この解析準備チェックというものを使うことで、確認することができます。例えばですね、材料情報の不足であったりですとか、メッシュの形状品質、または荷重拘束条件の不足などの問題があった場合にですね、こちらの図にございますように、問題箇所をピックアップしてくれまして、で、さらにこの、項目をクリックすると、問題解決のためのガイドが表示されます。なので、確実に解析を実行することができると。解析実行するための入力データが作りやすい、このような仕組みになっています。こちらがですね、実際にその解析準備チェックと解析の設定をしているデモムービーになっておりまして、解析設定をしようとすると、準備チェック出てきますので、問題があれば先ほどの画面で修正をしていく。で、問題がなければ、このまま解析の設定をして解析を実行していきます。で、ここでは今動画では、荷重と拘束条件ですね、の設定をしています。作成した荷重に対して計算で使用する荷重と拘束条件を
選択しています。で次に、固有値解析の設定と、周波数応答解析の過信周波数の設定をしていきます。今、動画では過信周波数の設定をしています。でどこからどこまでの範囲で、まあ、どのぐらい分割して、過信するかというのを設定していくという形になってまして、このあたりも非常に使いやすい操作性で設定ができるようになっています。で、このまま、無事に設定ができたら、計算を実行して、ポスト処理に移るという流れになります。で、まあ、実際に解析を実行して、ポスト処理に移るというところで、まあ、ポスト処理の機能についてここからご紹介をいたします。で、固有値解析のところでもご紹介しました通り、MSC APEX はモーダル法の周波数応答解析を行っておりますので、まあ、1回周波数応答解析を実行していただければ、固有値解析の結果と周波数応答解析の結果両方を確認することができます。なので、固有モード、モード起用率など確認しながらですね、構造物の動的応答の分析、また設計変更で対処すべきモードの特定などといった検討が可能となっております。でさらにですね、MSC APEX での周波数応答解析機能の特徴の一つとして、こちらですね、ポスト処理の画面上でですね、モード起用率の変更に伴う周波数応答の変化を確認することが可能となっております。で通常ですね、周波数応答解析を使って設計検討を行う場合に、一度解析を実行して解析結果を確認して、その結果を踏まえて形状変更を行ってから、もう一度解析を実行して応答を確認するという流れで検討するためですね、ちょっとこう解析の回数が多くなるというところがあります。一方で MSC APEX ではポスト処理の段階でモードの起用率の変更に伴う構造物の周波数応答の変化を確認することができますので、対処すべきモードを確認して、そのモードを対処した結果、どの程度ですね、周波数応答解析の結果に影響があるかというのを瞬時に確認することができます。なので、要求している応答を満たすためには、どのモードを対処すればいいかを解析なしで検討することができますので、検討したい対処方法を実現するように、設計変更して解析することで少ない解析回数で要求を満たすような設計を行うことができます。なので従来の方法に比べると効率的に動的な検討を行うことができるようになっています。で、こちらがその実際のポスト処理のムービーになっておりまして、計算実行したポスト画面に移りますと、こちら固有値解析と同じような感じになるんですが、周波数の結果が出てきます。今、ポイントセンサーですね、指定したところでの応答が出てきて、まあ、それぞれ変異速度、加速度、波形がプロットされます。で、これらの波形に対して、応答に対するモードの起用率ですね、を確認していきます。今、選択している応答ですと、モード2の起用率が高いということが分かりまして、まあ、その時のモードベストですね、を確認していきます。では、モード3もちょっと起用率が高いので、ここも確認しておいて、で、ここから、モード起用率の検討をしていきます。今回はモード2の起用率が高いので、今指定している応答ですね、に対してモード2の起用率が高いので、このモード2の起用率を下げます。そうすると、今黄色の線で左下のところに周波数応答曲線が表示されていると思いますけれども、こちらがですね、モード2の起用率を下げた時の応答ですね、になっています。なので、ポスト画面の中でモードの起用率を下げた時の周波数の応答というのが確認できるようになりますので、このポスト画面上で検討しておいて、その結果ですね、検討した結果をもとに、じゃあこのモードを対処といいますか、このモードの起用率を下げるためには、どのように形状変更すればいいのかというのを
先ほどのモデル修正の画面で行っていただいて、再解析をしていただくという流れをしていただくことで、より少ない回数でですね、こういった動的な検討ができるようになっております。では、以上の機能をですね、使って、具体的に、といいますか、実際に動的な設計検討を行う、ということを考えていきます。で、こちらにつきましては、デモですね、ムービーがございますので、ムービーの方をご覧いただければと思います。で、まずはデータを読み込むところから始めていきます。で、このムービーでは、既存のナスランのデータですね、を読み込むところから始まっていますけれども、もちろん MSCFX の中で形状を作っていただいて、作った形状に対して検討していただくと。動的な検討を行っていくということも可能となっておりますし、既存の CAD データですね、形状データを読み込んで、そのモデルを元に解析を実行するということもできます。今回はナストランのデータを読み込んで、今表示されているモデルですね、を対象に、動的な検討を行っていきます。でも、材料であったりですとか、メッシュはすでにある状態なので、あとは変異の拘束と加重条件を入れて、もろもろ解析の設定をして、計算を実行するという流れで進めています。で、今は変異拘束を設定しています。で、次に加重条件ですね、を設定していきます。まあ、先ほどの拘束条件も同様なんですけれども、基本的にはマウスのクリックで、加重であったりですとか、拘束条件を、適用する領域をポチポチとクリックしていけば、加重条件ができるようになっております。で、これ今、入力しているのは過信、周波数ですね。ある周波数に対してどのぐらいの力を与えるかというのを入力しています。そして入力した加重を構造物に作用させていきます。まあ、今回は6つの箇所にまとめて荷重を入力していきます。まあ、6つの箇所にスパイダーウェブを貼って、まとめて荷重を作用させるというようなことを今行っています。で、荷重を作用させる点を選択していきます。と荷重の点を動かして、これで荷重を作用させる点が決まって、荷重の条件も設定できましたので、次に減衰ですね。減衰を入れていきます。で、この例ではデフォルトで入っているモーダル減衰を使って計算をしています。というのが入っている減衰を確認して、この状態で、次にポイントセンサーですね。周波数応答解析の結果を出力する点を出力を指定していきます。今回は2点ですね。2点選んで、で、解析の設定をしていきます。シミュレーション設定で、モードの抽出と、過信周波数ですね、の設定をしていきます。こちら先ほどのムービーと同じように、度の範囲ですね。過信周波数の範囲と増分を指定して、で、無事に設定ができたら解析を実行します。で、解析実行が終了すると、そのまま APEX の画面上でポスト処理を行うことができまして、でもこちらも例によって横軸、周波数縦軸、応答の
周波数、曲線が得られます。で、それぞれの応答に対するモードの寄与率を確認していくことができます。で、今回はこの左側の山ですね、ピークの応答に今着目してまして、こちら側の応答についてはモード1、今上の画面で、指で動いているモードがかなり寄与が大きいということがわかります。で、次に右側のピークですね。もう一つのピークを確認すると、まあ、モード7が結構寄与しているということがわかります。で、実際にこのモード7の振動数を確認するために、こういう位置テーブルですね、を表示すると、まあ、それぞれのモードに対する寄与率であったりですとか、周波数ですね、固有振動数というのが表示されます。で、今回はですね、こちらの左側のピークについて設計検討を行っていきたいと思います。で、モードの1番というのは、高速点を中心にこう、回転するようなモードだったというのをご確認いただいて、ね。で、実際にそのモード1番の寄与率を下げると、左側のピークがなくなったのがわかるかと思いますね。これは、距離を下げるというよりかは完全にモードのキーをなくしているんですけれども、モードのキーをなくすと完全に左側のピークがなくなったことが確認できるかと思います。なので先ほどのモード1を、なくすために高速条件を入れていきます。で、今回は今左上に高速を入れてます。左上に高速を入れることによって、左下の高速点を中心に回転するというモードがなくなりますので、こちらの高速を追加することで、先ほどの寄与の大きかったモード1のところの寄与をなくすことができます。なので実際にですね、計算をして結果を確認すると、実際にその、先ほどまでは左側にあったピークがなくなっているということで、APEX のポスト処理の画面で、確認したモードの寄与率を変化した時の応答とかなり似ているということが確認いただけるかと思います。まあ、さらに右側の、ピークにつきましても、確認していただくことできますし、まあ、こちらにつきましても検討するのであれば、先ほどと同じようにですね、モードの寄与率を下げて、どのぐらい応答が変わるかというのを確認してから、その後、設計の形状変更などをして検討していくという流れで、動的な検討ができるようになりますので、まあ、かなりこのあたりのモード寄与率を変化したときの応答の変化というのを確認できるといった点では、効率的なですね、検討ができるような機能が入っているという形になっております。はい。では最後まとめといたしまして、本日は MSC APEX での周波数応答解析についてご紹介をいたしました。MSC APEX では直感的な操作性で周波数応答解析を行うことができまして、まあ、さらにですね、動的な設計検討に必要な便利な機能というものを活用することで、より効率的な設計検討といったところが可能となっております。で、非常に操作性が良くですね、市場投入までの時間を短縮しつつ、より良い製品の設計に役立つツールとなっておりますので、日頃の業務にご活用いただければ幸いです。以上でご説明の方を終了とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。